同じとこにどんだけ同じ看板入れてんだそれ。ちょっとどんだけ自己主張激しいんだこの空港。はい、どうも皆さんこんにちは、シアンです。マリオ&ルイージ実況プレイやっていきましょう。で、皆さん前回と比べて何かが変わったことに気づきませんか？はい、そうです。なんとですね、レベルが19から21に上がったっていう、もうどうでもいいわっていう感じの情報を流したんですけど、はい、ちょっとこんな風に上がりました。ちょっと主に上がったのがこのパウなんですよね。はい、より暴力的になったマリオ&ルイージでちょっと行きたいと思います。うん、でもルイージだけあんまり上がった感ないよね。うん、この写真が全てを台無しにしている。行きましょう。さて、じゃあもうまたここを登っていきたいと思います。もうこれマリオ靴の裏側ビリビリに剥がれてそうですよね。なんかもう気づいたら足の裏見えちゃってましたとかなりそうなんですけど。お、その頃マメイリア王国の国境付近では、おっと来ましたね。なんか圧倒的に90代のおじいさんになったかのようなクッパがちょっと寝そべってるんですけど、ギラゲモーナさま。あ、なんとなく読めました。これクッパになんかギラゲモーナ映すとかやつじゃないですかね。こいつでもイールルか。もう誰でもよい、早く早く。これで違ったらちょっとすいません。はい、ちょっとクッパを若返らせるとかそんな効果だったらずっこけるんですけど、どんなんでしょう。さて、ちょっとボディーソープ塗りましたね。圧倒的これマリオとルイージに進化するんじゃないか。はい、来ました。ちょ、肉球っぽい目ですねこれ。おお、ちょ、ゲームオーバー感半端なかったけど、はい、ちょっといろんな人に乗り込まれんな、クッパ。ちょ、もうちょっと用心した方がいいような気もするんですけど、はい、行きましょう。ちょ、クッパだけですからね、あんな高いとこから吹き飛ばされて寝そべってるの。はい、で、ここどこなんでしょう。ちょっとこれ、マメイリア王国あたりに来たっぽいんですけど、はい、これなんでしょう。マメイリア海岸、波乗りポイント。右行ったらサーフィンできるとかやつじゃないか、これ。ちょっとサーフィンしたいんだけど、これヨッシーの卵柄のちょっと岩が邪魔だな、これ。ちょっとなんとかしたいんだけどな。はい、まあ行きましょう。ちょ、右、なんでしょう、これカプセルっぽい人がいますね。ちょっと景品にされないよう、こんなところで隠れてたのかもしれないけど。おー、お迎えが来ましたね。よう、久しぶり。ずいぶん探してよ。大変な目にあったね。大変な目じゃないよ、もう。お前の頭が一番大変だと思うんですけど。さて、場の空気が一瞬にして冷めてしまった。そう、スタービーンズは4つに分かれてあちこちに飛び散ってしまった。なんで知ってるんでしょうこの人。絶対お前遠くから見てたろ。なんか遠くの方からちょっと高みの見物的なポジションで。もちろんそれはありがたいんだが、はい、今探すと言いました。マリオは実は君たちにはマメイリア国際空港へ行ってほしいんだ。関空ですかねこれ。関空に行ってくださいって。ふふ、実はね、ピーチ姫がこの国にやってくるんだよ。あれ、ピーチ姫ってなんか声奪われて自分の城破壊神みたいな感じでちょっとお城に困ってましたよね。ちょっとあのピーチ姫の、え、なんだ、こまめ、こまめとなればこの国も一大事さ。そう、やばいんじゃない、ちょっと一大事になるんでしょう。ピーチどんだけこの国破壊しようと企んでんだ。ということで、姫のお出迎えは君たちにも列席してほしい。はい、ということで、すぐにマメイリア国際空港に行くんだ。ピーチの悪徳を止めろと、そういうことですね。はい、地図で確認するといいとのことです。ちょ、これガイドマップ確か俺持参してきたんで、はい、ちょっとブックオフで買ったガイドマップがあるんで、ちょ、開きましょう。これですね、マメイリアマップ。はい、ちょっと旗が立ってるだけっていう、ちょ、ブックオフっぽいですね。なんか訳が分かんない。あ、おっそお前なんだそれ。なんかもう今からしたら可愛らしい敵だなこれ。ちょっと昔は、はい、かなり手こずってたんですけど、ちょっと今となればもう昔のことだがですね。はい、行きましょう。もうこんなもうハンドの、はい、このサンダーだけで倒せます。はい、電気マッサージ行きましょう。まあ、クリティカルって出ましたよね。
もしかしてサンダー弱いかこいつ。ちょっとそうなればちょっと電気マッサージ屋としての腕が鳴りますね。行きましょう。さて今となっては昔のことだがの人たちがいますね。このイスラム教徒の人たちみたいな、ちょっと被り物している人たちもいるので、はい、とりあえず関空はどこでしょう。左下でしたよね確か。とりあえず左行きましょう。うん、左行かないと。ちょ、羽ばたいてんなこの人。すんごい羽ばたいてるけど一向に進む気配がないですね。はい、ただ飛びたかっただけっていうエジソン的な人ですかね。これ埋めれないのか、もしかして。これ埋めれないですよね、なんか、まあ、埋めたら箸壊れそうで怖いんですけど。行きましょう。では違うとこから回れと。ここか、明らか回れるとこがあったな。はい、行きましょう。あ、今ハンドになってました。これ下からちょっと無理か。じゃここもうちょっとルイージーなんかスマートな体を使って巧みに行ってほしいですよね、ここ。おお、いきなりアクションになりましたね。うん、まあ今までもアクションだったと思うけど。よっしゃ、行きましょう。これを叩けば、やはり計画通りですね。行きましょう。で、ここで次マリオにバトンタッチして、はい、バトンなんでどこにもなかった。こいつら持ってそうだな。あとで、ちょ、殴りに行っとこう。はい、行きました。で、これ5対面ということで、一言ぐらいかけてもいいんじゃない？マリオ。ね、そんな当たり前のように出くわすっていう。来ました。これですよ。これが、ちょっと謎なんですよね。この、はい。存在感消すっていう。なんでしょう、あんまりお墓特定されたくないんですかね。ちょっと最新型のお墓は、ちょ、匿名かっこ物理的な感じなんですけど。で、この上のブロック、絶対叩けると思います。はい。多分なんですけど、これ、なんかここ上に2人で乗れたらもうちょっと簡単なんだけどな。そしたらこうくるくる使って、はい、ちょいけるんですけど、無理かなこれで。無理か、ちょもうちょっと。お前これこのジャンプ中にさ、マリオ手離して、ちょルイージ飛ばせてあげろよ。ちょっとちょっとがっしり掴んでますね。ちょっとうん、離したくないのかなやっぱり。ちょホモ的な要素が今ので分かったわ。これは壊せる。無理か。ちょっとだん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 とちょカビできてるんで、この石壊せるかなって思って、あんなやつにやられるなんてまさかという状況でしたね今。はい、行きましょう。もうどんだけ雑魚キャラでもやっぱ用心していきましょう。もう今となっては昔のことだがなんですけど、ちょ今に帰ろうとしてるんで。はい、多分ここですよね。ここサンダーで行くと思うんですけど、ちょ左気になるんで、はい、行きましょうと見せかけて、やっぱりこっち行きましょう。ですね、ここをルイージを前にして、はい、これはまた X を押して、ここをはいマジックハンドにしてから、こうやってはいカメハメハをすれば OK です。あとはこれで、はい、理科の実験をこうやってできるんですけど、行きましょう。なんかこういう水晶玉、なんか理科の先生が昔持ってきてくれたんですけど、はい、皆さんどうでしょう、やったことあります、こういうの。なんかこう触ったら電気が伝わるみたいなね、はい、あったんですけど。で、どっちだ、多分下だと思うんで、はい、下行きましょう。ちょ、このブロックもう叩きましょうか。はい、行きまーす。全然叩けないんで行きましょう。さあ皆さん驚きですね。あのブロック実は全部叩かなかったらこのキノコ店まで飛ばされるんですよ。はい、うん、つまんないこと言ってないで行こう。あのですね、ここに来た理由、はい、実はあります。あの、シロップとかキノコとかが結構ないので、ちょっとここで、ちょっと蓄えていきましょう。もうこれ16円するシロップって、これうどん一玉分ですよね、絶対。ちょっとどんだけ安い生産量なんだって感じですけど。よし、2700円もあるんで、余裕っしょ。行きましょう。と思ったんですけど、やっぱ服買う方がね、はい、俺的にいいと思うんで、こっち行きましょう。やっぱり食べるもんがなくても着るもんさえあったら生きていけると思うんで、はい、うん、こんなやつの言うこと聞かなくていいです。行きましょう。パラソルパンツ、何でしょう、これあったら絶対に高いとこから死なないとかいう超人的なものなんですかね。圧倒的にパワー減ってる気がするんだけど、はい、じゃあ上がるやつを買わないといけないですよね、こういうの。行きましょう。ウフ村のみんながもうびっくりが多分出たやつなんで、多分これ買った方がいいと思います。行きましょう。
さてと、全然いいのがないですね。これ、まさかのびっくりついてないやつが一番良かったっていう事実、いきましょう。これを買うしかないですね。いきましょう。ルイージの生着替えタイムです。さあ、誰得だ。マリオは変わんないっていう感じですね。これディフェンスアップ効果って書いて割に一緒じゃねえかっていう。もはや 61-61 は0じゃねえかっていうディフェンスですね、これ。さて。ハート。これディフェンス上がるけど体力減るって感じか。でも4減って8上がるっていうのだったら買いましょう、ちょっと。これハートじゃなくてしかもハードだったですね。はい、ちょっとハードパンツなんで、これ着て、ちょっとパソコン作業しましょう。さて、というわけで、次またキノコ店戻りましょう。よくマリオこんな同じ店を行ったり来たりできるな、逆に。俺だったら絶対無理だわ、そんな。コンビニに、なんか買わずにもう一回入るなんてそんなことは絶対できないけど。はい、マリオたちの精神力すごいですね。なんかこれ1アップキノコはもうほぼいりません。なぜなら、この丸ごと保存があるんで、それ使っちゃえばもう1アップキノコ同然なんで、それ。はい。で、今54個もキノコ持ってるんですね。じゃあ6個だけ買っときましょう。はい、ちょうど60にするっていう。どうせだったら64にしときましょう。特に意味もない。いきましょう。で、シロップなんですよね、問題は。このシロップ、なんと8瓶しかないっていう。もうプーさん太れません、このままじゃ。10に買って、20ぐらいにしときましょう。と思ったけど、やっぱりもうちょっと食欲、はい、あげときましょう。これぐらいで。40。いや、もうちょっといけるな。1836年ってちょっと江戸時代ですね、今、お金が。やっぱ江戸時代やめて、どれぐらいしましょう。10買ったら、OK! ちょうど、安土桃山時代ぐらいになったんで、はい、これで、もう一回戻りましょう。さあ、やってきました。行きましょう。おっと、もうこれ空港だろ、絶対。これ左が正解だろうな、多分。絶対右のやつ失敗作だと思うんで、はい、行きましょう。とりあえず、あれ、なんでしょうね。空港の人がギヒギヒと笑ってる、絵があるんですけど、儲けようとしてますね、これ。よっしゃ、じゃあ行きましょう。この人たちにも話聞いときましょうか。どうしてピーチ姫がマメディアにやってくるのかしら。私もピーチ姫大嫌いなんだけど。まあそういう人もいるでしょう。はい。いくらキノコ王国と言っても嫌う人はいると思うんで。さあ、来ました。マリオさん、ルイージさん、マメバーがお呼びですわ。この先の滑走路までお越しくださいませ。いいですね。やっぱり、こういう空港のアナウンサー的な人って、はい。もう顔が全員、もう緑黄色ですけど。さて、また同じかよ、お前。同じとこにどんだけ同じ看板入れてんだ、それ。ちょっとどんだけ自己主張激しいんだ、この空港。おー、マリオブラジャーズども、アハデミーンでの活躍、マメラ女王様大喜びぞえ。はい、何の活躍したのかよく覚えてないけど、ありがとうございます。ところで、ピーチ姫を迎えるにあたって、ちょいと問題が発生ぞえ。なんでしょうね。まだやっぱり爆弾声なんで、はい、やっぱり、飛行機途中で壊れたとか、パックンフラワーか。はい、パックンフラワーがね、うえストレス発散用のボクシングみたいに使えそうだよね、これ。絶対。え、何？手入れがなっとらん。まあ、ギラゲモーな問題でそういうところではなかったぞな。すごいな、これ。滑走路が、ほっといたらパックンフラワーで埋め尽くされるって、どんだけこれアマゾンの奥地なんでしょうかね。はい。これもピーチ姫のためとあらば嫌とは言えんだろうが、取り除いてくださいって言ってます。さあさあ、マリオブラジャーズの働きっぷりを見せてくりゃあ、ゲンジャー。ちょっと歯茎抜けてる風に言ったんですけど、これ当たったらどうなるんでしょう。やっぱバトルとかあるんですかね。はい、というわけで今回はこの豆を取って終わりましょう。もうだからお前その石油本のもうちょっと上手くなろうぜ。オッケー。というわけで今回はもうキリもいいんでここまでにしましょう。はい、でちょっと最後にですね、コメント最近返せてないじゃないですか。なのでちょっとここで質問系とかそういう系のコメントは返信したいと思います。昔改造マリオのゲームスターコインすべて集めたら本当の最後のステージあるらしい。
今度これが本当の最終回、ニュアースーパーマリオブラザーズ Wii っていう題名で動画出してください。考えてます、考えてますよ、それちゃんと。もうスターコイン集めずに昔ちょっと実況終わらせたこのシリーズを、まあ、言ったらスターコインを集めてもう一回やってくださいっていうことなんですよね。うん、やりたいんですけど、ソフトどっか行っちゃった。天日干しは天日干しですよ。関係受けようね、俺が。はい、というわけで、まあこんな感じでちょっと今後もう2点ぐらいなんですけど、コメントやっていこうと思いますので、まあ、質問系だけですけど、はい、よろしくお願いいたします。というわけで本当に終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録をすると僕の動画がアップされた時に探す時間をかけずに瞬時に見ることができます。そして最後、皆さんにも協力してほしいことがあるんですけども、もっといろんな人にこの動画を見てほしいっていう気持ちがありまして、 Twitter、Facebook、その他いろんな SNS 共有サイトにちょっと共有していただきたいんですよ。そしたら見てくれてる皆さんももっといろんなファンと交流できて動画見るのが楽しくなるのではないかなってもっと思うんで、ぜひよろしくお願いいたします。